歌川国吉、浅草奥山聖人形和館三歳図への長脚と、長肘、水木茂ロードに所在する、足長手長の、象足長手長は、中国及び日本に伝わる妖怪。一種のみの妖怪ではなく、足長人と手長人の二種の総称である。足長人は、足長国の住民、手長人は、手長国の住民。 その名の通り、それぞれ足と手の長さが体格に比較して非常に長いとされる。海で漁をする際には常に足長人と手長人の一人ずつの組み合わせで海へ出て、足長人が手長人を背負い、手長人が獲物を捕らえるという。これらの存在は中国の古代の地理書三海洋に記されている長古長肘という足の長い。 手の長い異国人物の伝説が起源であると考えられている。王妃が編纂した中国の類書3歳図ズ絵及びその記述をもとに日本で江戸時代に編纂された和漢3歳図絵では足長は長脚、手長は長肘とされ、それぞれ足の長さが3畳、腕の長さが2畳とある。また、長脚人が長肘人を背負って、 海で魚を取るということも記されており、日本ではこれを画題とした絵画が5社の中に設置されている、荒海商事にも描かれている。神天愛能省には、中国の王宮には紀仙、偉人、先例の怪しき人といった画題の絵画を描く、風習があったというのでそれに習って我が国の皇居の荒海商事も描かれたのではないだろうかと記してある。また、 中世頃の仏教説話では竜宮に足長と手長が存在しているという物語があったようで、そこでは竜王の眷属として登場している。風来山人の下作、風流指導権殿には足長と手長が登場している。挿絵にも描かれており、そこでもやはり足長人が手長人を背負っている。また、葛飾北斎、歌川国芳、川辺京斎といった画家が、 ギガなどに描いているほか、都市部などで工業が行われていた、聖人形の題材としても取り扱われ、制作されていた。江戸時代に書かれた、松浦聖山による、随筆、講子山には、平戸のある武士が月の綺麗な夜に、海で夜釣りをしていたところ、旧尺もの足を持つ者が、海辺をさまよっており、ほどなく天候が急転して土砂降りにあったという逸話が、語られている。 そのものの住者の語るところによれば、それは、足長と呼ばれる妖怪で、足長が出没すると、必ず天気が変わるとされている。甲子屋あの原文では、前半に和漢3サイズへの文を引いて、長脚と長肘について述べているが、この平戸に現れた、足長は特に俗に言われる、中国の伝説に基づいた、足長手長と同一のものであるわけではなく、足の長い点から、 足長と呼ばれているもので、手長のようなものも付き添っていない。ありがとうございます。